い闇を語るの闇に見いられ,れ鬼となられる僕の友達に大二郎っていうのがいるんですけどこの大二郎ですねまあ俗に言う走り屋ってやつなんですよ、まあ、車大好きでいろんなところをですね毎日毎日走ってるわけなんですがそんな大二郎と遊んでる時ですね 僕大二郎に「お前さ結構いろいろスピード出して走るじゃんかでもそんな中でここだけはちょっと事故に気をつけてるみたいなポイントとかあるの?」って聞いてみると大二郎「ああそうだな」ってちょっと考えた後とに「そうだねあでもね一番やばいって思ってんのは自分の家の前だわ」って大二郎言ったんですね。で僕それ聞いて「あんなとこで?」って思ったんですよ。 でこれ何でかって言いましたら大二郎の家の前ってすごい、ね、大きいあの車線があるんですね。車、う、車、ん、車線線線の4車線であの交差点になっておりまして見通しもいいんですよ。あんなとこ事故気をつけるって,って思ったんですけどまたさらにそこでふっと思い出したのがね確かに大二郎の家の家前って事故多いんですよ月に1回は何か事故があるってイメージなんですね。 で僕大二郎に「ああなんかさそういうふうに言われたら事故多いと思うんだけど原因とかってさ何かあんの?」って聞いてみると「いや原因つわれたらちょっとよく分かんないんだけどでもね俺の家の前ってブレーキ抜けるんだよねそう言ったんですね。で「ブレーキ抜ける?」っていうのがまた分かんなくって「効かなくなるってこと?」って言ってみたら「いやそう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 ブレーキ踏み込んでもスカッスカッってなって効かない時あるんだよ」って。 でそれでね俺もう12回事故にかけたことあるしなんかね変なな話になってきたんですね見通しが悪いから事故に遭いやすいとかそういうわけじゃなくってちょっとオカルトメーターそんんなニュアンスが出てきたんですでそこで僕ちなみにさなんかそのさ家の前の通りにまつわる話ってないのって聞いてみると大二郎「ああ一つだけあるよ」と言って話してくれたんですけども。 大二郎のお父さんのお友達で、まあ、ここでは仮に「K さん」としますけども、まあ、K さんんって方がいるでですよでこの K さんもですねその大二郎の家の前の通りで事故を起こしたことがあるっていうんですけども K さんその日仕事がですねいつもより早く終わりまして、まあ、ちょっとねスピード出しながら帰ってたっていうんですよ。 まあそれでもですね法定速度内には収まってたって言うんですけどもでぐーっとこう車走らしてってまさにその大二郎の家の前の通り大きい交差点のだいたいね100メーターぐらい前からって言いましたねあの信号がですね赤に切り替わりそうだなって思ったもんですからちょっとずつこうブレーキをね踏んでって減速しようと思ったって言うんですでもブレーキをぐっと踏み込んだ瞬間スカッと ブレーキペダル抜けるって言うんですよであれって思いながらその後も何回も何回も踏むんですけどもブレーキかからないんです減速しないでそのまんまどん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 交差点に近づいていってあっやばいこのまんまだったら信号無視で交差点の真ん中入っちゃうって思った時にタイミング悪くですよ横断歩道80歳ぐらいっつったっけな白髪で着物着た腰曲がったおばあちゃんゆっ くーり歩いてきたんですねでそのおばあさんを引くわけにはいかないもんですから K さんどうにかハンドルをグッと切ってそのおばあさんを避けることには成功したそうなんですけども、まあ、赤信号の状態でね横断歩道を突っ込んでってるもんですからそのまんま交差点に入っていきまして右手から来た乗用車にバンとぶつけられてで そのまんま次は歩道に向かうんですけどもその歩道に乗り上げても勢いが止まらないで歩道のさらに奥の方大豆工場があるんですけどもそこに突っ込んでいくというすごい大きなね事故を起こしてしまったわけですよ。でまあこの事故っていうのがねかなりのものだったらしくって K さんこの事故をきっかけにですね腰から下動かなくなってしまったんですね。 で、まあ、生死のさま,よさまよったわけなんですけども、まあ、無事にですねうんと一命は取り留めましてで K さん意識取り戻して一月ちょっと経ってからって言いましたがね、まあ、だいぶですねあの人とやり取りとか,とか会話とかができるようになったもんですからそこで警察の方々がやってきて事情聴取を受けたっていうんですよどうして事故を起こしてしまったのか。 でまあ警察の方々にですねあったことを全て話したっていうんですねブレーキを踏もうと思ったらブレーキが効かなかったおばあさんが飛び出してきてそれをどうにか避けて避けたことは良かったんだけどもそのまんま交差点真ん中入ってって右手から,から来た車とぶつかってしまった覚えているものを全て話すんですそしたら警察の方「そのおばあさんってどんな見た目ですか?」やたらねおばあさんの特徴を聞いてくるって言うんですよ で K さんあなんか俺嘘ついてるって思われてるのかなって思いつついやだからあの背小さくって白髪で,で着物着ておりましてっていうのを一通り話してみたら「分かりましたそれではまたちょっと調査してまいりますので後日またお伺いします」と言って一旦帰られたっていうんです。でそれから数日後また警察の方が K さんのところに来まして「いや実は K さんあのー、報告したいことがありまして」。 なんかね警察の方様子がおかしかったっていうんですね何とも言えない雰囲気出てたっていうんですよ。で K さんなんだろうこの感じって思いながら「あはい報告って何ですか?」って聞いてみるとあのですね K さんが事故を起こしたあの日、まあ、近隣住人の方々からで,ですねあの記憶ないかっていうのを聞いて回ったところ。 まあ何人かの方が、あのー、記憶があると事故の現場を見ていたよって言っていたんですが、まあ、確かにですね圭さんが言っていたおばあさん目撃した人はたくさんいるんですよただここでちょっとおかしな点がありましておばあさんを見たっていう人たちほとんどがですよおばあさんは車にはねられたって言ってるんですよ。K、さん おばあさん「いてないいですからねいや僕弾いてないですよ」って言ってみたらいやそれはもちろん分かってますよこちらでもそれは把握してるんですけども、まあ、そういうふうに言ってる方々が多くってあとですね少数派の声っていうのもありましておばあさんを目撃したっていう人たちの話なんですけど「おはい何ですかそれっていやあのですねそのおばあさんを目撃したよ」って言ってた人たちの中でも「ほんと数人です」が言ってたのが。 K さんが大豆工場にぶつかった後、その大豆工場を指さして、<laughs> ってずっと笑ってるおばあさんを見たって方がいるんです。まあこの交差点ですね、未だに事故が絶えない場所でございます。